やはり現場の思いをしっかり伝えて、自衛隊入って一番良かったと思うのは、そういう動機の絆。日本を強く、現場に誇りを、ヒゲの隊長国会教室、どうぞよろしくお願いします。今日は大学生を招いて、大学生からの質問を受けるという形で、国会教室、進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。早速なんですけれども、なぜ自衛隊を辞めて国会議員になったんですか？自民党の方から誘いがあったということは事実です。ただそれから約8ヶ月間考える時間があった中で、やはり現場を知る誰かが自衛隊の現場の声を国政の場で伝えて、必要があればその制度あるいは法律というものを作らないといけないという思いに駆られて国会議員になりました。自衛隊というのは法律がなければ1ミリも動けません。すべて法律の下でこう動くということになっています。これは他の国であればもう少し考え方が違って、他の国の軍隊はこれやってはダメだということが書いてある、法的にね。でダメだということもあれば、それ以外は何やってもいいんです。自衛隊の場合は逆に何やりすることができるという形になると、それ以外のことはやってもいいのか悪いのかって非常に不明確な。海外の場合はこれネガティブリストといって、やってはダメなことをずっとこうリストアップする。それはそれ以外はやっていいんです。非常に動きやすいでしょ。ところが自衛隊の場合は軍隊ではないので、何々することができるというふうに法律的に決められている。となるとそれ以外はやってもいいのかやっても悪いのか、つまりこれはポジティブリスト、ネガリスト、ポジリストってよく言われるんですけども、その非常に曖昧で、そういう部分を何とかしたいという思いが強くなって政治の道に進みました。当然悩みました。人生っていうのは定めなので、自分でいくらこうやろうと思っても、もしかするともうある程度定めの中で決まってるのかもしれないというふうにやっぱり思って、自分の希望とは全然違う形でこう自衛隊の人生も歩んできたので、国会議員という話が来たということは、これも一種の定めなのかなという部分、それとやはり現場の思いをしっかり伝えて、自衛隊の方が少しでも動きやすい、そういう環境を作るのが自分の定めかなというふうに覚悟を決めて、政治の道に入ったというのが実態です。今自衛隊に入られたのも、何かのご縁ということで、もし自衛隊じゃなければ東北大学にそのまま進学してたという選択肢もあり得ると思うんですけど、どんなことをしていたと思いますか？自衛隊じゃなければ、おそらく福島、ふるさとの福島の方で何かの仕事をしていたか、できれば東北大学の方に行った思いは原子力関係の仕事をしたかったので、福島県には福島第一、第二原発があります。あと宮城県の方には女川原発というものがあったので、そういう原子力関係の何かの仕事をしていた可能性はあったと思います。でもご案内通り、今から約9年半前の3月11日の東日本大震災で、福島第一原発、第二原発が津波をかぶって、で特に第一原発の方は、もうメルトダウンというものを起こして、状況によっては本当に日本がもうなくなってしまう、本当に汚染されてしまう、その一歩手前で今回封じ込めができて、今の福島第一原発がありますけども、ああいう現場にいた可能性はあったと思います。それはそれで自分のふるさとを救うために、そういう現場でね、仕事はできたということはあったかもしれませんけども、何らかの形で福島やその近くの宮城県、東北の方で原子力に携わった仕事をしてたんではないかなというふうに思います。やっぱ物理が大好きだったので、こう見えても今全然物理とは全く縁がないね、の仕事を、自衛隊でも、国会議員になってやってますけども、もう高校生までは物理が大好きで、そういうことでおそらく自衛隊じゃなくても、あるいは国会議員じゃなくても、おそらく原発関係の苦しんだ人々、あるいはその原子力発電所の廃炉含めて何らかの仕事をしていたような気がします。なるほど。私は正直今までその身近に原発があるっていう地域に住んだことがなかったので、
その同じ県内というかに原発があるっていうのは地元の人としてこうどういう感じなんですか？もともとは非常に原発が潤ってたわけですよ。原発がある地元の町役場や市役所っていうのは立派な建物が多かった。その分あの国の方からお金が下りたり、あるいは電力会社からお金を出てましたから、で生活も原発によって生計を立てていたっていう方も結構おられて、あと原発とやっぱ共存共栄っていう形で来たわけで、ただその福島の第一第二原発の電力っていうのは福島県民使ってないんですよ。全部この東京の方に来てます。だから東京電力、東北電力じゃないんです。福島の方々は東北電力の電気を使ってますけども、あそこは東京電力福島第一原発と言われるように東京の方に電気を送るということもあるので、今回の事故によって東京を含めた関東の方々も福島の電力で恩恵を被って今の暮らしがある、あるいはこの経済発展がしたっていう側面は認識してほしいなと思いますね。でももう今ね止まってるから。自衛隊で良かったなと思ったことを教えていただけますか？あのね、自衛隊で良かったのは同期、この同期っていうものの絆っていうのはなかなか他では体験できない多分動機だと思います。それほどやっぱり団体生活をしながら体力面もあるいはその勉強面もあるいはその訓練の面も含めて同じ苦しみを分かち合ってなんとか卒業した仲間、自衛隊っていうのは団体行動が基本でしょ。10人いたら10人の力っていうのは誰が決めるかっていうと10人のトップが決めるんじゃないんです。10人の中で一番下のものが決める。そこはやっぱ違って、下のものをの置いておくわけにいかないので、その人がみんなで何とか上に引き上げようと他の9人がするわけ。団体行動だから。だからそのためにみんなで助け合う。ある時は私がしたかもしれないし、ある科目においては違う人がしたかもしれない。でも一番下の人間が10人の基準を決めてしまう団体行動で、そういう部分があるので非常にその仲間意識、これは多分他の組織ではないぐらい自衛隊入って一番良かったと思うのはそういう動機の絆、これだと思ってます。あの今良かったことを、自衛隊で良かったことを教えていただいたんですけれども、逆に辛かったなと思うようなところはどういうところですか？辛かったのはやっぱり体力面ですよね。舞台に行くと特に下士官の方々、まあ、うちは陸曹の方々の体力は半端ないですね。それについてくるのに必死でしたね。辛かった。あとはやっぱり部隊長として辛いのは、まあ、隊員の死、事故等でやっぱ自分の部下を亡くすっていうのはどうしてもこの指揮官になると部隊にいるといろんなこともあるので、それはやっぱ非常にああいう時はもう辛いですね。だからそういうこともあってシリアとかイラクの時は何があっても隊員を全員無事に、奥さんのもとに、あるいは子供のもとに、恋人のもとに連れて帰るという部分が強く出たのは、まあ、そういう経験がいろいろ積み重ねもあったので、やっぱ命の尊さっていうのは普通の仕事以上にやっぱり上に立てば下の団員はある程度体を張る部分もあるので、そういうことっていうのはありますよね。今シリアやイラクなんかの国が出てきたんですけれども、さまざまな国に行かれたと思うんですけれども、その中で印象に残っている国はございますか？やっぱり一番印象に残ったのはカンボジア。一番最初に公務で行ったのがカンボジアで、ちょうど私は外務省の方に30歳の頃に出向している時にカンボジアの方に自衛隊の PKO の部隊が出ると、私の外務省にいた課がまさにカンボジアを担当していたかなので、そこにやっぱ行った時はいろんなことがあって、私も当時は情報関係の仕事をしてたので、自衛隊員は南の竹雄というと安全なところにいたんですけども、私は情報関係なのでどちらかというと危ない中部とか北西部の方でポルポト派関係の情報関係を集めていたので、あそこでいろんなことが弾もこの辺飛んだりとか、あるいは非常に向こうの人の交流とか含めて、やっぱ一番最初のカンボジアっていうのは印象に残ってる国、公務で
一番最初に行った国がカンボジアだったので、そこはかなり今でも印象強く残ってます。皆さんいかがだったでしょうか。ちょっと私の隠れた部分も、大学生の質問ということでちょっとバラしてしまったところもありますけども、みんなそんなに全てが立派っていうよりも、ある程度定めの中でこう人生っていうのは流れていき、その中でも楽しみながら成果を残すということも大事かなと思っております。日本を強く、現場に誇りを、ヒゲの隊長、国会教室、皆さんいかがだったでしょうか。できれば高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。